どうも、たくのみばたけおです。今日もよろしくお願いします。はい、今日はジョニーウォーカー、久しぶりですね。ジョニーウォーカー、これね、レッドラベルじゃないんですよ。ジョニーウォーカーのレッドライフィニッシュです。まあジョニーウォーカーといえば、まあ、スコッチ、ブレンディットスコッチを代表する銘柄の一つですけど、そのジョニーウォーカーの現象ですね、最後フィニッシュをライウイスキーを詰めていた樽でフィニッシュしたということでね、2020年の発売なんですけど、限定品です。限定発売で、もう今はね、今日さっきネットでざっと調べたんですけど、もう売ってないですね。はい、で、まあレッドライフィニッシュっていうことで、まあ、ライウイスキーになるフィニッシュ。まあ、当時はですね、まあ、ライウイスキーといえばアメリカン。まあ、カナディアもありましたけどね。アメリカン。で、アメリカンウイスキーとスコッチとの融合みたいな捉え方が主だったんですね。まあ、今ね、ライウイスキーはいろんな、タスマニアとかありますよね。美味しいのも出てますけど。まあ、ライウイスキーもね、アメリカのライウイスキーも美味しいですもんね。で、今日は、久しぶりにこれをね、ちょっと棚から引っ張り出してきましたんで、飲みまーす。ちゃんとね、密封してましたので、700ミリの40度。当時の価格で1800円台ですね。はい、もうちょっと今買えないですけど、おい。ではでは、はい、香りです、まあジョニーオーカーらしい香りというよりは、少しやっぱりライウイスキーに引っ張られてる感じのスパイシーな香りですね。はい、いただきます。これはかなりアメリカンウイスキー寄りです。ライ麦感がしっかり残ってますね。美味しい、やっぱりいいですね。あのスコッチでしっかりそのジョニーウォーカーなんで、ブレンドがしっかりしてて飲みやすくなってて、そこに最後こうライウイスキー感を付け加えた、非常に明確に出てて、これはね、アメリカンバーボン苦手な方には少し厳しいかな。思った以上にライウイスキー感があります。そして40度ですけど、正直少しまだやっぱりあのアルコール感っていうのも若干感じますね。ちょっとオンザロックで飲んでみたいと思います。はい、ジョニーウォーカーレッドライフィニッシュオンザロックでしっかり冷やしました。はい、いただきます。おお、スパイシー、いい感じですね。あのタリスカーとかのスパイス感とは全然違う、もういわゆるアメリカンのライウイスキー系で感じるスパイス感ですね。ピリッとくるような、ね、甘みがうわーっと押し寄せてきます奥から、これはね、結構アメリカンのバーボン系の甘みと共通するようなライウイスキーの樽の影響がこれかなりなもんですね。ジョニーウォーカーの、まあどうでしょう、値段的にはレッドラベル、くらいの、原酒を使ってるんでしょうけど、そっちの方の影響というよりはもう完全にライウイスキーに影響を受けてるなっていう味わいです。美味しい。
美味しいということで、でね、これライウイスキーのまあそういった特徴も踏まえて今日はねこれで終わりたいと思います。ジンジャーエールです。これフィーバーツリーのジンジャーエールですけどね、こちらでジンジャーエール割りで飲みます。ということでジョニーオーカーレッドライフィニッシュのジンジャーエール割りですね、いただきます。うわ相当うまいです。ちょうどねライウイスキーフィニッシュから来るスパイシーな甘さとスパイシーな甘さなんですよ。そこにやっぱねジンジャーエールのスパイス感と甘さが乗っかって、でやっぱりねこのフィーバーツリーはいいですね。あのジンジャーエールっていうだけあって、まあジンジャーのね生姜の甘さとか生姜のスパイシー感と甘みが当然あるんですけど、こう変なジンジャーエールだとベタベタ甘いじゃないですか。でそこまで、ね、甘くなくてスパイス感がしっかり漂うこのジンジャーエールで割るとより美味しく感じられます、これね炭酸で単純に割ってもいいなとは思ったんですけど、一応用意はしたんですけど、これを飲んじゃうとちょっと単純な炭酸割りよりこっちの方がなんか食前酒にはいい感じですね。ちょっとこちらのロックで余ってる分に炭酸で割ってみようかな。はい、はい、こちらは純粋に炭酸で割ってみました。いただきます。ああまあこれはもうストレートの延長みたいなもんで、本当にライウイスキーにかなり引っ張られたジョニーウォーカーがアメリカン的な顔を出すジョニーウォーカーって感じのハイボールですね。かなりアメリカンなジョニーウォーカーです。そしてあのジンジャーエールで割った方が、ね、美味しいなという感じですね。はい、まあなかなかねもうちょっと売ってないんで、まあどっかで見かけたらぜひねこれね割って飲むといいと思いますね。例えばここまでねアメリカよりだとねコークハイも美味しいでしょうし、マグジンジャーエール割りとか、まあそういった形でお試しになられてください。まあこれじゃなくてもまあライウイスキー、まあアメリカもねライウイスキーも美味しいんで、また僕もねライウイスキー今は何があるかなちょっとあまり置いてないかもしれないんで、また手に入れたら、あ一番いいのはねあのタスマニアのライウイスキーめちゃめちゃ美味しいのがありますけどね。まあそちらとかもね、またライウイスキーもそのうちこう特集じゃないけど飲み比べっていうかね、してみたいなと思ってます。あ今度ねテンプルトンのライを買おうかなとか考えてはいるんですけどね。まあライウイスキー何か皆さんのおすすめあればぜひねコメントいただければと思います。はい、ということで、タグナイバー竹尾、ウイスキーがメインの蒸留酒プラスビールを飲みながら僕がいろいろ喋るチャンネルです。
ウイスキー好き、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、じゃあ今日の宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。